僕らは生きて生きて生きてゆくんだ。這いつくばって無様でひたすらにかっこ悪くただ生きて。そうです。お兄さんは今 おいくつなんですか？今39です。歌舞伎町には何をしに来られてるんですか？今日はライブハウスですね。ちょっとフェス、めめフェスっていうまあフェスがあったので、こううろちょろしてる感じです。なんかアーティストさんとかですか？僕自身は、なんですかね、もともとライブハウスの店長で、コロナの前に潰れちゃったんですけど、で、それ潰れてからはずっとイベンターみたいなことをこうしながら、バンドについてったりとか、だから30、いくつだ、ね、6、7ぐらいで無職になってみたいな感じですね。コロナを機にってことですか？それはコロナは関係ないですか？全く関係なかったですね。関係なしに。ただ、その、なんていうんですかね、でまあすぐ終わっちゃってすぐにコロナが来たんで、はいはい、まあタイミング潰れたタイミング的には良かったかなって感じですけど。36で無職になってイベントっていうのをやってるって感じですか？そうですね。今はまあそのイベントを組んでこうバンドをまあブッキングして、でライブハウスを借りてイベントをやったりとか、まあこの間はあの地元の居酒屋さんをまあちょっと借りて、はいはい、でまあそこで弾き語りイベント、お酒飲んでやるような系イベントやったりとか、なんかまあいろんなイベンターさんいるんですけど、まあその中でもあの割とこうなんですかね、面白いのやりたいなとか、あの地元が埼玉なんですけど、まあ埼玉っぽいものを何かこう作りたい、埼玉に何か残したいなと思いながら、そのイベントを通じてまあいろんな人と出会ったり、いろんな人に何かこう伝えたりとかっていうのがわりかしそういう仕事というか、あの活動ですね。はい。それで36歳で無職になって、それをやろうと思ったきっかけって何なんですか？まあもともとライブハウスをやってて、でもう40アラフォーの状況だったんで、ここから先何がしたいかなっていうのは、まあもう一回でもそのライブハウス業界がきつかったのはあったので、はい、どっかで辞めたいなみたいなのはもうずっとあったんですね。で、まあそこは辞めるきっかけにはなり得たんですけど、まあそれを辞めるかどうかをちょっと考える時期っていうのがあって、うん、よしと思ったタイミングが、まあ、できてというか、まあ、周りの人のおかげですけど、まあ、そこから少しずつまたもう一回、うん、ライブハウスを建てたいっていう気持ちもありますし、あと、まあ、それが、まあ、一番なんですけど、まあ、地元にこうどういった還元の仕方がイベントを通して音楽を通してできるかっていうのを、考えて生きていこうみたいな。だからなんかその、うん、お金の話とはもう全くちょっと無縁な活動なので、もちろんお金をね、それで得たいっていうのはね、あるんですけど、はい、はい。でもそれ一本で今、暮らしてるってことですか？いや、もう全然ね、もう、パリッパリフリーターっす。ああ、そうなんですか？朝から晩まで結構働いて、週5ぐらいで働いて、で、休み作って、地方行ったりとか、こうやってこう参加したりとかってしながらやってますね、今、はい。じゃあそのどっかでアルバイト、ちなみにアルバイトはどんな職種をされてるんですか？そのライブハウスがあったマドラリにあの赤ちょうちん系の居酒屋さんがあるんですけど、そこにあの基本的にはお世話になっているのと、あとはそのちょいちょい と音楽でつながりあった方からお仕事もらったりとか、あとはですかね、まあ、そういう感じですかね。ちなみに出身地から聞いていくことってできます？出身地からこうどんな人生歩んできたのかっていう。埼玉の、はい、浦和で生まれました。で、僕は全然そこから動いてはいないので、はい、まあ、親父がちょっとあの九州の出で、一代で頑張ったあの系の人なの で、まあ、そのおかげで、まあ、割かしなんですかね、こう環境的にはあの不自由なく育てさせてもらったような感じではあるんですけど、学歴的には高卒とか大卒とか専卒とかありますけど、大学卒業で、大卒、はい、で大学を卒業してうどん職人になったんですよね。大学卒業したのにしてそれなんでなんですか、ま、あの地元にすげえ好きなうどん屋さんあって、うん、4代終わっあの大学卒業した後に何かやんなきゃなと思って、その後1年間もうフラフラしてたんですよ。じゃあ大学4年生の時1年就活はしなかったんですか？そうですね、あの、まあ、諦めてたわけではないんですけど、でもまあそれで、うどん職人に、まあ、毎日うどん食えたら幸せだなっていうのぐらいの感じで、すげえチャランポランなんで。いや
こに弟子入りする感じなんですか？そうですね、そうですね。でもまあそれも全然、まあ、根性もなかったので全然そこは続かずで、でまあ結局その先にあの、まあ、そういった音楽とかそのライブハウスの店長にならないかみたいな流れもそこからまた何年か後なんですけど、はい、だから僕は28ぐらいまではもう本当27、28ぐらいまではもう本当にフラフラこう生活してたような人間で、はい、とにかく楽しいことやりたいみたいな感じでした。フラフラっていうのはなんかこう単純にもう楽しく遊ぶっていうことですか？あ、だからそのイベントを打ったりとかは当時からずっとしてたのと、まあ、あとはそのまあ、YouTube なんかもなんかこう、まあ、全然そんな数字になったりとかっていうことではなくて、その映像を作るのが好きだったりするので、なんかそういうのをこう友達とバラエティっぽいのを切って、なんかそれをアップしたりとか、なんか本当になんかこう心ゆくままにやりたいことを片っ端からやるみたいな感じでしたね。で28からはどういう人生？28から、あ、まあ、でもそれがそのそれこそ。ライブハウスに勤めて、その28が、店長になったタイミングですかね。あ、なるほど。で、そのちょっと前からは、ライブハウスで働いてたので、ちょうど丸10年で辞めたような形になるんですけど、で、まあ、そうですね、ライブハウスの、フラフラしてるんだったら、ライブハウスの店長でもやればって、この地元のライブハウスで言われて、僕そのこれよく言う話で、今は全然そんなことないんですけど、その当時むちゃくちゃライブハウスが嫌いだったんですね。でそのバンドマンでもあったんですけど、でまあそのやっぱこうね、その当時のライブハウスのそのいいところであり悪いところっていうのがむちゃくちゃあって、でまあなんかそれにすごくアンチしてたような存在だったので、なんか逆になんかその自分がライブハウスやったら面白いライブハウス作れるんじゃないかなっていうところから、なんとなくそういうのを始めましたね。ちなみにその当時のライブハウスのいけないところってどういったところ？まあそうですね、その、まあ、今に比べて全然やっぱりその暴力が多かったですし、まあ、お酒の飲み方だったりもそうだと思いますし、まあ、お酒の飲み方に関してはちょっと僕も言えないところは多分にあるのであれですけど、まあ、あとはその営業、ブッキングの営業がすごく雑であったり、その出演しませんかっていうその営業の仕方ですよねっていうのがすごく強制的だったりとか、なんかそのバンドのことを大事じゃなくて自分たちのことを第一にそのシーンを作ろうとしてしまうっていう人たちが非常に多かったっていうのがあの僕の印象ですね。でもあくまでそういう環境だったからこそその根性のある人が残ってとかっていうこともあるんで、一概には言えないんだけど、でもまあ完全に俺はなんですか、その時のこの空気とかバンドを大事にしない感じとかっていうのはすごく嫌だなと思ってましたね。だから自分で作っちゃおうみたいな。そうですね、あ、まあ、そうですね自分がその役にその箱を仕切る役になれるんだとしたら、あ、いいライブハウスが作れるんじゃないかなって自分の中では思っていたの で、まあ、それをちょっとずつ実行してって感じです、一応途中からその駅前に移転できたりとかもしたので、あ、まあまあそれなりには良かったんですけど、逆に大きくなった時に僕の人間的な性質ではちょっと整えられないところがどんどん出てきてしまって、でまあそれで潰れてしまったって感じですね。ちなみに先ほどバンドやってたっておっしゃられてましたけど、はい、それは何歳から何歳ぐらいの間にやってたんですか？もう15歳から、あ、まあ、今もやってるんで、ね、一応でもなんかその僕のバンドはその周りに関連するバンドの一つのハードルになればいいなと思ってやってるバンドなので、そのなんか売れたいとかこうガチガチやりたいとかではなくて、自分自身もなんかそういうなんですかね、練習とかそういうのは結構欠かさない人間なので、なんかそういうバンドに必要なスキルというものをこう最低限持ち合わせて認められるような、で俺たちなんて簡単に超えてねっていう感じのバンドを今やってるって感じですね、ずっと。まあ、そう思ってやり始めたのは30超えてからなんですけど、その前は一生懸命やってました。15歳でバンドを始めた時の動機はどんな時なんですか？ああ、もうかっこいいしかないですね。ギター持って、なんかこうギター欲しいから始まってるんで、でギター持って、でまあ全然下手くそな方なんですよ、本当にもうプレイヤーとしても超最低な方なんですけど、でもまあそれで楽しいなっつって、でそれでこう弾いて自分で曲作ってとかってこうやってってみたいな感じですかね。きっかけはもう本当にもう、まあ、今もそうですけど、目立ちたがり屋ですし、あとはやりたいことがあったらもうやりたい
な性格なので、なんか多分それがもう起因してるって感じですかね。なるほどですね。でも人生で唯一一番続いてるものでもあります、あバンドが。ちなみに、これみんなに聞いてる質問なんですけど、はい、今までの人生で一番こう辛かった経験とか大変だった経験とかそういうのあれば面白い。すごい、なんかいやでもそれが本当にライブハウスやってて終わりの3年前ぐらいからちょっと鬱になってしまった時があって、ただまあその人にその相談ができる性格でも今未だに割とこう人に相談の仕方がわからない性格だったので、だからその当時とかも医者に行ってこう診断されて、で処方箋をもらうんですけど、でもその処方箋をもらったところでそれを飲んでるところとかを見られると、なんかそういう話になっちゃうっていうその恐怖心があったんですよね。そのなんかこの明るい、根が明るいし、そのいつも元気だってイメージがあるから、そのライブハウスの店長としてもなんかそれを隠さなきゃいけないと思っていて、でそのなんか薬とかもこう処方してもらったのに、なんかこう、まあ、その時ちょっと怒りしたのもあったんで、外でもうそのパンって捨ててもう帰っちゃったりとか、でもそこからもう結構、まあ、飲めばよかったのか飲まずに治したかったっていうのもやっぱりあったけど、なんかやっぱその終わるまでの3年間っていうのはすごく地獄でしたね。そのもともときっかけが、はいはい、そのなんですかね、お店が大きくなってっていう時のそのプレッシャーというよりは、だん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 なんかこう一つになっていたものがもうどん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 こうみんなの気持ちが離れていっちゃう。これって結構その漫画で言うと大演壇みたいなのがすごい好きなのでみんなで倒しに行くぞみたいなのがすごい好きなので、やっぱすごい耐えられないというか、それをまたコントロール自分自身でもできないっていう、その自分がやりたいことと現実と、でもこの先それを一つにするためにはどうしたらいいのっていうところのこの狭間での中で、そのちょっと近しい主要スタッフがしでかしてしまって、しでかしたというのはあんまりちょっと言葉にはしにくいんですけど、まあ、ちょっと人を騙すつもりはなかったんだけど騙すようなことをしてしまったんですね。でなんかそれに自分がちょっと巻き込まれてしまって、でなんかそのなんですか、もう本当にどうしていいか分かんないなってなっちゃった時期ですよね。まあ、それがきっかけで、でなっちゃって、でそのまんま俺その自分の鬱がいつなるかなんて分かんないじゃないですか、はいはい、医者に行ったって多分分かんないことだし、はい、っていうのはもう具体的に自分の中ではあったので、だからその辞めた時ももうむちゃくちゃもう 何に一つする気力もないけど、でも何かをしてないと自分が他人からこう見られているっていう感覚がすごく強かったので、その時期はもうむちゃくちゃ強かったので、もうみんなが見てるからだから俺はライブハウス建てなきゃいけないんだとかっていう、その自分の中の勝手なこの脅迫観念とかがこうあって、多分人からしたら全然大した悩みじゃないんですよ。でも自分の中でむちゃくちゃな悩みになっちゃって、でそっから修行をしようと決めてその雪山に修行に行ったりとかキックボードで富士山まで行ったりとか、なんか、まあ、富士山も全部登頂するわけじゃないですよ、はいはい、する富士山まで行こうとかっていうのを、まあ、なんかそういうのを、まあ、やりたいかったこととか時間があったらやりたかったこととかをこうやっていくうちに、その昔からの仲間とかがその当時ちょっと仲悪かったけど飲み行こうよとか、そのなんか今度ライブあるからおいでよとかっていう声がかかってくれたりとか、でなんかそういうのが繰り返してるうちに、まあ、良くなってきて、まあ、今はそんなむっちゃ鬱だとは思ってないんですけど、でもなんかやっぱすげえこういろんな人に迷惑かけてた時期だと思うんですよね。みんな黙っててくれたんですよ、多分なんか俺が明るいふりをしていることも、だから落ち込んでるなとか調子悪いなとか思ってくれてるところでずっとみんな我慢しててくれてたと思うんで、だからなんかそれもまたちょっとなんかこうきつかったっすね。俺むちゃくちゃその人は良くて優しいんですよなんかむちゃくちゃなんかこうね、嘘つき相手の標的にもされますし、なんか結構悪口とか
言われても結構平気なふりをしてしまう方なので。あ、なるほど、うん、だからなんか若い時は一切考えてなかったけど、大人になった瞬間に大人じゃない部分をなんかこう掘り返されたような感覚とかがすげえ、その今まで生きてきた、なんですかね、カウンターですよねを一気に食らったのが、その多分あの大人になるにつれてみんなどんどんずるくなってくんですよ。うわー、なるほどね。それっす、まさにそれっす。本当になんか、でも俺ってお金じゃないじゃんとか思ったりするし、いやでもお前はなんかこう実家裕福なんでしょっていうやつもやっぱいますし、地元のやつからすれば、でも俺はもう苦労してんだよ、こんなに苦労してんだよとかっていう話を聞くけど、でもそれは自分の生活水準を下げたくないからみんなお金を稼ごうとしてるだけであって、別に俺は多分その今の生活が維持できなくなるようなことは別にしないですし、ね、なんかね、そう、なんかそういう葛藤がなんかモラトリアムっていうんですか、わかんないですけど俺の中ですげえなんかこう実は結構いっぱいある人間なんですよね。なんかいや、きかこんな風に聞いてくれなかったら多分話になるかも。言ってることもよくわかるんですよね。そう、はい、なるほどね。そうですね、そういう感じですかね。うん、あと、これからどうしていきたいとかっていう夢とか。あ、あります。教えてほしいんですけど。そうですね、今その地元の埼玉でもイベントをこう定期的にやりたいっつって始めて、で都内でもイベントをやってとかっていうのを、まあ、こうやって踏んでって、で、まあ、今はとにかくそのなんですかね、貯金をしてお店を作ろうと思っています。で、まあ、それもどこに作るかって、本当は地元の埼玉が一番いいんですけど、まあ、それの手順だとかそういうのとかっていうのはもうまだ全然もうごちゃごちゃな状況で、もうその中で最終的な目標は地元で週末ないし平日だけどっちかだけライブをやって、であとは居酒屋とか、でそれこそ今居酒屋で修行させてもらってるっていうのはそういう意味があるので、だからなんか自分の中でも飲食でずっと働いてたし、飲食でやりたいできることがあると思ってますし、あと俺接客がピカイチにいいのでもうでしょうねでもね、そう、やっぱりこう来てお客さん楽しませるっていう意味では、なんかそういったお店を作って、でライブを、やってって、まあ、埼玉に音楽の文化を作る一つの一員になりたいですし、あとよく言ってるのが、その若いバンドがそのやっぱこうよく考えてない大人とか、まあ、こういう言い方失礼なんですけど、考える機会なかった大人の人たちとか、努力を、まあ、なかなかできなかった人たちのよってダメにされないようなものを残していきたいその教える役っていうのはまたちょっと違くて、そういう環境を作るっていう、そのライブハウスって環境を作る仕事だって思って、イベントもそうですけど、環境を作る仕事なので、なんかそういうのを大まかに、そういえば、だからそれこそ僕も YouTube でそういうバンドに対してのことを話したりするんですけど、あ、YouTube もやってるんですか？あ、そうですね、そんな頻繁じゃないです。文章を書いてるつもりで、こういうことを話で残しといてみたいな、まあ、ログですよねログ、自分のログにしたいし、あとこういった話を誰かに自分の近くのバンドマンが見るきっかけになってほしい、知ってもらうきっかけになってほしいっていうやつで、で、まあ、それをまあ、やってるんですけど、まあ、そういうのを通して、なんかそのバンドに対する考え方っていうのを、また10年後になったら僕の考え方古くなるかもしれないので、まあ、どん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 生きてる限りはアップデートして、そういった話をできるように、だから今なんかこう世代は違うバンドともやっぱ対等に話をできるような存在にどんどんなっていかなきゃいけないとかっていうのも、いろいろ課題はあるんですけど、まあ、それを踏んで、まあ、地元にライブハウスプラス飲み屋さん飲食店、どっちがメインかと言われたら、お金は飲食、夢はライブハウスみたいなかなり難しいとは思うんですけどね、はい、それをどうやって実現させるのかっていうのをまたこれから勉強していきたいなっていう感じですね。はい、すいません、なかなかと、なかなかと、いいえ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 、いい